申し上げる基本方針の改定案について、本日東京会場で説明させていただきました。今日いただいた意見を踏まえ、またこれから明日が福島でありますし、パブリックコメントの意見を踏まえて、皆様の意見、なんとかご理解いただくものを作っていただきたいと思っています。すみません。はい、どうぞ。毎週のものです。今日の意見を聞いててですね、理解が広がっていると思いましたか？理解が広がっている部分もあるし、理解が広がっていない部分もあります。特に理解が広がっている部分というのはどこでしょうか？例えば住宅については複数年の規模があるとかですね、そういうものは聞いてますし、また学校については学外のことを認めてほしいとか、そういう意見があるのはまた我々も考えてます。ただ一方で2年前の状況のままで、2年前の基本方針自身も反対だという方もおられるんだなというのはまだ感じました。県庁が基準として示しているということを、この、避難をする状況にないということの説明にお使いになります。はい、帰還のための安心安全検討チームのことを指していらっしゃるのかなというふうに思います。それ以外もあります。それ以外というのはどうですか？原子力規制庁から避難する状況にないというコメントをいただいています。今回の改定作業の中で、改定作業の中で事務局か、はい、どなたかから直接、はい、多分事務局も田中委員長に挙げていただいたと思っています。その手続き的なものがどういう、これじゃあこの改定の会議の中で出てきた、改定の作業の中ですね。はい、はい、すいません、次のスケジュールがございますので、はい、すいません、これで終了させていただきます。はい、1から20ミリシーベルトの線量域の下方部分というのを、先ほどのこの26年の図を見ると、要はこの5ミリシーベルトより、ほとんどの地点が下にあるという認識を持たれていて、だからこういう認定だっていうふうに言ってるって捉えていいんですか？何ミリということを書いてるわけではございませんが、例えば1から20の下方部分というのを上下で考えるとすれば、1から10と11から20。上中下で考えるとすれば、1から6から7の間、6点いくつという3つの区切りでいくかと思っておりますが、どちらとしたとしても、もう1ミリから3ミリ、あるいは1ミリ未満というところが大半であるという認識でございます。それが副校長の認識なんですね。ということを原子力規制庁から避難する状況にはないということをいただいております。規制委員会ではなくて、規制庁から、規制庁から聞いたものでございます。文書名というのは、すみません、特にちょっと今思い当たらないんですけれども、はい、文書名だけを教えてください。どういう文書なのかちょっと知りたいです。すみません、文書名はちょっと今手元にないのであれですが、後ほどはい、明日の説明会にも私は参ります。今回の中で原子力規制庁からこういう見解いただいているということを明らかにしていきたいと思います。約束してない、明日福島に約束してよ、約束してよ。明日のところに間に合うかどうかはちょっと書いて文書を見てみたいと思います。避難したから諦めて、すでにある文書出すなんて簡単だよ。文書というより、その文書は公開されていますか？規制庁のホームページに載っていますか？すみません、そこは確認してないので分かりません。明日規制庁がどういうことを言ったのかはきちんと申し上げたいと思います。すいません、場所の借りてる関係もございますので、本日は、これで終了させていただきます。いろいろご意見ありがとうございました。説明会の進行についてですが、まず
校長より基本方針改定案の概要をご説明差し上げ、その後ご意見を頂戴できればと考えております。昨日と今日で理解は進んだと思いますか？理解は広がった、理解は広がったと感じますか？文書か、まず副大臣、昨日と京都で理解は広がったというふうに感じますか？昨日より今日の方が深まっている、今日の、はい、でどの理解されたと思いますか？もう原田いいんだからもうやめてよ、もうあなたも、私だけだって、あなたの本に何だ書かれてるんですよ、本当に民放さん、え、あ、それはよくご存知なんですか？先ほどなんか京都の方で10時間ぐらいかけて来てる方、そういうケースに対して高速道路無料化だけではない、新たな移動支援みたいなことはできないかと検討は指示してます。まだこれから概算要求これからなんで、少し話をしましたように、まあ、ママ友さんに情報提供してもらうに、帰ってみたら福島こうだったよとかいうモニターの役割をしてもらうとかね、そういうことの方が皆様の定住支援とか帰還支援にとっていいのかもしれませんので、そういうものをこれから検討していきたいと思ってます。規制庁への見解はこちらから求めたんですか？規制庁への見解っていうのはこちらから、どういう経緯で出てきたんですか？あれは戻ります。